人間はなぜ肉や魚を食べるのでしょうか。今回は玄米くんと一緒にベジタリアンについて考えたいと思います。皆さんの周りにはベジタリアンはいますか？ベジタリアンの理由は大きく4つあると思います。健康、環境、動物愛護、聖書です。玄米くんはベジタリアンではありませんが、人参や野菜、納豆が大好きです。実は一般的にはあまり知られていませんが、ベジタリアン食生活が一番健康的だというのは明らかに証明されています。詳しくはグーグル先生に聞いてください。肉や魚を食べすぎて地球がボロボロになっているのが現実です。野菜や穀物の方が環境にいいのも間違いありません。健康、環境以外にもやはり大事なのは動物愛護だと思います。命が命を食べるというのはちょっと不自然だと思いませんか？できるだけ安く大量生産するために動物は狭い、辛い、苦しい、かわいそうな状況に置かれています。さらに聖書の創世記から考えますと、人間がベジタリアンになるのは自然な行動だと思います。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた、産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と空の鳥と地の動くすべての生き物と治めよ。神はまた言われた、私は全地の表にある種を持つすべての草と種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、すなわち命あるものには食物としてすべての青草を与える。そのようになった。要するに人間も動物も最初はベジタリアンだったんです。平和共存ができたんです。では一体いつからお互い食べるようになってしまったんでしょうか。それは次回の動画で詳しく説明いたします。それでは最後にワンポイントタイムです。みんなのために野菜や穀物中心の食生活を目指しましょう。